榊マリコもルヴァンプライム。ショスケチャンネル。皆さんバーナジーのもショスケでーす。ラッキーみんな元気してるってなわけで、さあ今回もやってまいりました。試合前日恒例 FC 東京の試合、試合予想して見たのお時間でございます。ということで、さあいよいよね、もう前日の神戸戦がもうや生ら嬉しすぎてちょっとあれだね、もうラッキーラッキーさせてよってもらっちゃったわけだね。まあただね、まあ今節はね、もう本当今節つうか今回はねリーグ戦じゃないんでね、はい、もういよいよこちらが始まりますよ。もう連覇をかけた戦い、もう榊マリコもルヴァンプライム、ドモンさんもルヴァンプライムって感じでね、はい、もうこんな感じでいきたいと思います。もうこっから楽しんだもん勝ちよってなわけで、今回の対戦カードがこちら、バン。さあ今回のゲーム、9月1日水曜日19時キックオフ、 YBC ルヴァンカッププライムステージ第1戦、北海道コンサドーレ札幌戦はアウェー札幌アゼビス公園競技場で行われますってなわけで、さあいよいよルヴァンカップもプライムステージ、もう泣いても笑ってももうこれがね、もうこれがですよ、もうはい、でね、もう札幌アゼビスといったらね、いろんなあの思い出のあるね、スタジアムなんですけども、まあ、皆さんね、アゼビスといったら誰のゴールが一番記憶に残ってるか、ちょっとコメントで教えてください。はい、もう僕はこう最後に言おうかな、はい、ってなわけでまず予想さんから見ていきましょう。それがこちら。さあそれでは、今回の、予想スタメンがこちらってなわけで、少しね、メンバーを若干変えました、まず小川選手と、青木選手をお休みにして、まず、ボランチアンカーの位置に森毛選手で、でウビにも今回はメンバー入ってくるのかなと、でつよぽんが、先発復帰で、左は、カシーフって形になるのかなと、予想させていただきました。で、まあ、オマリがね、A 代表で行ってしまったんで、そこの穴、まあ、ウビニが埋めてくれるのかなと思うし、まあ、そろそろぶっちゃけウビニ出てきてもいいでしょうとは思ったりするのね、うん。で、前節の神戸戦、すごくね、悪い芝の中で頑張ってくれた選手たち、まあ、そんな中でもね、東はちょっとあれかな、まあ、東圭吾は多分絶対出てくるんでしょう。うん、もう補修です。はい。うん、追試です。はい。そんな感じでね、まあ、なんだかんだで出てくるんじゃないかな、というふうに予想させていただきました。さあそれではここからですね、両チームの、注目選手、要注意選手、そしてね試合予想の方していきたいと思うんですけども、まず FC 東京の注目選手がこちら、バン。ディフェンダー背番号4番渡辺剛選手ということで、まあここ最近ねベンチスタートが多くて、まあそれはもちろんね自分でもなんでベンチスタートになってるのか、まあ、自分本人が一番分かってると思うんです。うん、やっぱりオリンピック代表から落ちたやっぱショックっていうのがなかなか拭えてないのかな、まあそう拭える拭えてないやっぱりね、一人の人間だからそう難しいのは分かるんだけどね、うん。でその中でまあやっぱり、うん、まあそういう難しい中でもね、まあ頑張ってやってくれてるのが強さだと思うし、うん、まあ、この数試合ベンチで見ながら自分に足りないものは何だったんだろう、ね、オマリーとかモルゲとかのプレーを見ながらその自分に足りないプレーっていうのをやっぱり気づいてくれたのかなとも思うし、うん、で仙台戦もね出てたけど、まあ、そんな中でやっぱりその自分に足りない部分って何だったんだろうってこうやっぱり気づき始めてると思うし、そういうのを実際この札幌戦でぶつけてもらえれば、うん、まあ、それがやっぱり一番強ポイントともいいと思うし、これからねこの先 A 代表とか海外軍ばっかりに負けてらんないから、国内軍もそれはごめん札幌の方でも後で言わせてもらうけれど、俺今回選ぶ注目選手と要注意は、悪いけど A 代表クラス入ってもおかしくない選手が選ばないからね、俺は悪いけど今回言わせてもらってるけど、だから
FC 東京で今本当特に A 代表こっから先っていう部分を含めて俺は強しを今回注目に挙げさせていただきました。てなわけでさ、本当に札幌のファンサポーターの皆さん、本当まあ動画の最後に言おうと思ったんですけども、前回の札幌戦のレビュー、本当すごい再生数いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ただチャンネル登録もぜひしていただければ嬉しいですね。あの吉原浩太がやったから懐かしいけどね、いたらもう絶対浩太くんだったけどねというわけで、今回、北海道コンサドーレの、幼稚選手、もうねこれはもうね悩んだけれども、やっぱりね彼しかいないなと。やっぱ FC 時のねファンサポーターみんな怖がってんじゃねえかな。うん、まあ、俺は鼻からこの人やべえと思ってた、知ってたけど。それがこちら、バン、ディフェンダー背番号5番福森明人選手ということで、まあそのまあサイドの部分、ウィングバックもできる、センターバックもできる、でフリーキックもバリバリ蹴れるっていう、この素晴らしい選手で、まあ、ディフェンダーとしてもね本当体格も素晴らしいものがありますし、本当いい選手なんですけど、やっぱりねなんて言ってもワンタッチのパス、そうこれがうまい。そうこういう選手ってやっぱり今後ね A 代表まで行ってくんないとっていうねあれがある、うん、だってねごめんねこれ別に札幌の選手どうこういうわけじゃないけど、田中俊太選手、ディフェンスのね背番号2番の田中俊太選手と福森選手身長一緒なんですよ。ただ何が違うかって言ったらやっぱりその体重ウェイトの部分でやっぱり福森選手の方が少し上なんですよね。うん、秋人が75キロかで俊太が68キロ、うん、まあ別にウェイトがあればいいってわけじゃないんだけど、しっかりドスッと構えることができるんで、そうしっかり構えることができる、もちろん細くても構えることができるんだけれども、うん、そのまあ体幹とかそういう部分の強さっていうのはやっぱり福森選手あるし、そういうのが逆にそのキックの安定性っていうのもつながってくる。それが前回 FC 東京の試合の時の2アシストにつながってると思うんで、そういうところも考えるとやっぱ福森選手の怖さはもう手放しじゃいらんねえなと思って、今回福森選手を私幼稚園に挙げさせていただきました。そしてさあ今回の、試合予想なんですけれども、うーん、難しい試合になると思うんだよね。で多分柳も多分先発で来るだろうし、うん、やっちもけどね、僕は今回こう予想させていただきました。今回のゲーム札幌はすべて差し3対2で我ら FC 東京の勝利と予想させていただきました。さあそれでは今回のゲームおさらい、バン、9月1日水曜日19時キックオフ YBC ルヴァンカッププライムステージ第1戦、北海道コンサドーレ札幌戦はアウェー札幌アズビス公園競技場で行われます。なおこの試合も我々 FC 東京のファンサポーターに行くことができませんの でこの試合の中継がね、フジテレビネクスト FOD スカパーオンデマンドになってるんで、まあフジテレビネクスト、あのねこれね一つちょっとお得な情報なんですけど、J コムあるじゃないですか、 J コムに入っていただいて J コムオンデマンドでこれで見ることができます。ただフジテレビネクストだけは別契約になるんで、オプション契約になるんで、なんでJコムの基本パックに入っていただいた上でフジテレビネクストオプション契約すれば見れます。はい、でもちろんタブレットでも見れます。そしてこの試合私翔介実況ライブやります。この試合実況ライブやらさせていただきます。やっぱりねバスカパー入ってない人ね、フジテレビネクスト入ってない人もかなりいると思うんで、一緒にねまあ音声だけになってしまうかもしれませんけども、一緒に FC 東京の勝利そして連覇を、信じてね
一緒に応援していければいいかないいなと思いますので、ぜひ、この日ね、6時45分から始めたいと思います。少しずつね体調もおかげさまで良くなってきましたんで、ちょっとねこの日は、45分からねいつもちょっと10分早く始めさせていただきたいなと思いますんで、ぜひ皆さん、明日ね、お待ちしております。でですね、本当はあの先ほども言いましたけども、あのコンサドーレ札幌のファンサポーターの皆さん、本当ね、あの前節のレビュー動画、あの札幌さんのねレビュー動画の再生数、本当ここまで伸びたのは本当あの札幌ねファンサポーターの皆さんにご覧いただいたのもあると思うんで、本当ありがとうございます。本当ね、あのまあいろいろねコメントもいただきましたけども、まあ、けどあの結構僕ね札幌さんとの試合ってね、いい思い出もあれば悪い思い出もあるんで、ね、しかも僕が初めて FC 東京の試合を見に行ったのって実は99年の札幌戦なんですよ。あの江戸陸での 1-0 で負けた試合なんだけど、あれが僕初めての東京のゲームだったの、うん、それまでずっと新聞だったりなんだろ、ずっと東京ガス FC 東京をずっと追っかけてて見に行ってみたいな、お袋に頼んでもなかなか連れてってくれなかったしな。で、あのやっとその友達、お袋の友達がね、その一緒に行こうってことで一緒に行けたのがその江戸陸での、札幌戦だったということで、すっごい嬉しかったのに今でも覚えてる。で、いや雪飛行かっけえなーとか、アウミールうわすげえとか、鈴木さんうわーと思いながら、結局思ったのが、うん、総合的に思ったのは吉原浩太は可愛い、はい。ただね、そんなね、あの今回札幌厚別なんですけども、今回札幌ドームじゃないんでね、はい、そこだけお間違いなくでお願いしたいんですけども、僕の中の札幌厚別っていうと、やっぱりね、カジ君のゴールかな。確かね、ペナの外あたりからね、右足かなんか振り抜いたんだよ。それがね、入っちゃったんだよ。あれはね、うん、多分次の日でも雪かなんか降るなと思ったね、あの時。カジ君ごめんね、本当に。あのちゃんとチャンネル登録をしてるんでご安心ください、カジ君。はい、大丈夫です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 、そこは大丈夫です。はい、あのカジアキラのチャンネルちゃんと登録してるんで大丈夫です。はい、そのただ結構みんなね、あの梶山君のねあのゴールもっていう声もあるんだけど、まあ、カジ君なんだよねこれ。背番号21だっけ、カジ君20番だっけ確かね。懐かしい話だね。俺も年を取ったよ本当に。まあそんなね、あの思い出もある札幌厚別で、まずねあのルヴァンカップの第一戦なんでね、まずしっかり勝って、次ホームね、まあ、ホームじゃないけど、まあ、ホーム扱いになるんでね、レモンガススタジアムに圧倒的凱旋を果たしてほしいなと思います。というわけで、私翔介、この上にね、ベスチャンネル、そして下、SNS とあります。全部僕のチャンネルの概要欄に、リンク貼ってありますので、そちらの方から、チャンネル登録とフォローの方よろしくお願いいたします。そしてね、もうこの2人で来たかと。てか札幌に負けねえぜ、連覇しようぜと思った方、高評価、そしてチャンネル登録と コメントもよろしくお願いいたします。てなわけで翔介でございました。では明日、実況ライブでお会いしましょう。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。ゲームチャンネルもありますので見てみてくださいね。皆さん高評価とチャンネル登録よろしく。